エデルソン、サンタナジモライスは、ブラジルサンパウロ州、オザスコ出身のサッカー選手。プレミアリーグマンチェスターシティ FC 所属。ブラジル代表。ポジションはゴールキーパー。2009年に、ポルトガルの SL ベンフィカへ加入したが、トップチームと契約するまでには至らず、2011年に、セグンダリーガの GD リベロンと、プロ契約を交わした。1年後の2012年に、 プリメーラリーガのリオアベフシーへ移籍した。2015年6月27日、ユース時代を過ごした SL 弁カ替復帰。当初は同胞の GK であるジュリオセザルの控えであったが、セーザルが負傷し戦線を離脱すると2016年3月5日のスポルティング CP 戦に出場し完封勝利に貢献。その後シーズン終了まで全ての試合でスタメン出場を果たした。 2017年5月31日、マンチェスターシティ FC に5年契約で移籍した。移籍金は GK として歴代2位となる4000万ユーロ。高いキック精度による正確なロングフィード、最終ライン候補を広くカバーする積極的な飛び出しとペナルティエリア内での競り合いの安定感を武器に、プレミアリーグ36試合に出場し、プレミアリーグ制覇に貢献した。 2018年5月13日、クラブとの契約を2025年までの延長した。2018から19シーズン、PF 年間ベスト11に選出され、2219から20、2020から21シーズンとに、シーズン連続でリーグの最多クリーンシートを記録、プレミアリーグゴールデングローブを受賞した。2021年9月1日、 マンチェスターシティとの契約を更新した。これにより、契約期間が1年に延長されて2026年夏までとなった。2016年、コパアメリカセンテナリオに出場するブラジル代表に選出されたが負傷により、大会前に離脱した。2017年10月11日、2018FIFA ワールドカップ予選、チリ戦で代表デビューした。 2018FIFA ワールドカップに出場するブラジル代表に選出された。2018年トレーニングの際にパントキックで約75.3メートルのキックを行い、世界最長のパントキックとしてギネス世界記録に認定された。ありがとうございます。